汚っ。うわ、脇も見えてる。あちぃうわー、花の行商だよ。みんな待ってたかい？今そんな待ってないだろうですけど。もう自分で言ってて悲しくなんな。待っててよー、みんな。待ちわびてくれるよー。最近ね、メルペイをさ、こじきしようと思ったんだけど、誰もやってくれなくてね、ディセンバーディスティニーさんもね。まあ、元、クレイジーケンバンドさんも白状者ですよ、あいつ。俺がね、逃げやがった、あいつ。さあ。そんなにやか、みんな、メルペイ。くそ、メルペイやってくれよ。最近、またスプラトゥーン始めたわ。うん。お腹いっぱい、超お腹いっぱいなんですけど、どういうこと、どういうこと。お腹いっぱいだと全然喋れねえわ。一番喋れる時があれなんですよ。やっぱほんとね、バランスなんだよ、やっぱ大事なのは調和っていうか、いや、そのやりすぎってよくないよね。お腹いっぱいだし、あちいしよう。風呂入った歯とか一番雑談しやすいのね。で、痰が絡んでる。痰が絡んでこんなことする人いないでしょ。まあ、いなさそうだなって思ったからやりました。別に痰を絡んでるのを直すためにやってるわけじゃない。っていうのは嘘。痰が絡んでるなってゴーってやったら、ここら辺が痛くなるの。なんか痛いって思って。なんかあの空気をね、鼻くそすごい、結構鼻くそ出た。あー、ティッシュない。ちょっとここのちょっともう使ってるティッシュにやろう。あちいな。プリウン、プリプリティウーマン、プリウーマン、ウッツアップンディープリウーマン。どうも、プリティウーマンです。面白いことしていきたいな。なんかさ、どこが、まあ、目のレンズだな。目のレンズ。ちゃうちゃう。ちゃうちゃうって、衛生関西弁使うなよ。ほんとに。全然、なんかちょっと笑っちゃってるし。ちょっと面白いもんをやるなって言ってるわけじゃないんだよ。いや、ほんとに衛生関西弁が嫌だから、嫌すぎて笑ってるだけだよ。初めの雑談だけど全然力入んねえわ。腹いっぱいだってやっぱ喋れんわな。前ね、俺父さん、お父さんのことあんま好きじゃないんですけど、あ、なんかたまたまいとこが来てて、いとこと一緒に寿司屋行こうって言ってね、なんか俺はお父さん嫌いだからめちゃくちゃ寿司食べた。そしたらめっちゃ気持ち悪くなった。もうずーっとよだれが止まんないの。もう胃液じゃないけど胃酸みたいのが、まあ、胃酸じゃないけど、もうただよだれが、よだれというか、唾液だよね。うん。よだれじゃねえんだ。唾液なんだよ。唾液がもう、ごぽ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 。ね。もう、よだれをなんかずっと口に含みすぎて、めっちゃ、きめ細かいね、泡になってました。うん。唾液泡。きめ細か、唾液泡になってた。きめ細かいなーって言って。きめ細かいって、一番言っちゃいけないわけじゃないけどさ、きめ細か、貝泡ってさ、ああいうのって綺麗なものとか洗顔のああいうやつらにさ、これから綺麗にするものだったり、綺麗なものに対して言うものの真逆の、あの汚いものね、きめ細かいなって言ってる瞬間があってね、よかった。言えてよかったよ。普通さ、まあ、ないけど、わ、このなんか洗顔の泡、洗顔バブル？違う、洗顔泡、洗顔のやつ、うわ、きめ細かい泡だーってね。普通生きてたらそういう人生じゃん。ね。それで俺、よだれめっちゃきめ細かくてね。きめ細かい。なんつんだ、あいつ。きめ細やか？言いづらいな。腹立つ。マジで。ちゃんとなんか調べなきゃ。いつもメガネが曇ってって思っ
ったんだけど、これ単純に俺の目やにがさ、目クソが邪魔してんだよ俺の視界を。腹立つ。あー、お腹いっぱいになったら腹いっぱいになってきた。え、違う、眠くなってきたんだよ。なんか面白い雑談マジでできないの。死んでいってる。やっぱ面白いもんを取り入れないと死ぬよな。うん、面白さとして面白くないって俺死んでるのと一緒だから。なんかキモいもの、俺がキモいと思うもん喋っていこうとか思ったけど、なんか最近ツイッターのお笑いの人ね、お笑いの人がキモいんじゃなくてお笑いに詳しい人キモいなって思って、なんか嫌だよね。お笑いに詳しいのキモいよね。唐突にひどいけど、お笑いに詳しい人ディスってるけどね。いて、もうなんか肘にできもんができた。ニキビ、でけえニキビ、俺の体にできる特有のデカニキビ。おもれー。あ、そうだ、なんかあれやっとくか。キモいものやつ、語彙力が死んでいってる。死んでいってるとか言うのやめな。やめます。あー、読み込みが、ヒカキンのルイ・ヴィトン最大クラス2000万みたいのに、あ、これが届いたのか。あ、サッカーボールのルイ・ヴィトンのでけえバッグね。いらねえ、絶対誰もいらないじゃん。世界に20個って、そりゃねえ、世界に20人しかいらないだろうな、こんなもん。だから20個なんだ。本当にこんなもん誰もいらないだろうな。これでさ、ルイ・ヴィトンにさ、訴えられたらどれくらいの額やられるんだろうね。何兆とかやられんのかな。いやだな。だってさ、サッカーボールトランクってもう普通にトランクとして使えるのかわかんないけど、なんか、歴代ボールをトランクに入れるって意味わかんない。ほんとなんか金持ちの遊びだよな。怖いよ、これ作った人。世界で20個で、確かにこんなもん欲しいやつ世界で20人しかいないわ。当然ヒカキンさん多分これいらないでしょ。ねえ、ヒカキンさんって言うとダメみたいな、なんかムカつかない？なんか誰かに俺さんってつく小物 YouTuber 嫌いとか言ってるやついたけど、まあそれ多分加藤純さんなんだけど、まあそれに乗じてなんか言ってるけどね、みんな。俺は違うと思う。ていうか俺は単純に人にさん付けって呼ばないと気が済まない性格なんですよ。さん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 言っていきたい。だから俺はもうこれからは、あの、愛称みたいなのつくじゃん、名前。さかなくんみたいな人。俺、さかなさんって呼んでいくし、うんこちゃんさんって言うとおかしいから、うんこさんって呼ぶから。なんでかって俺、もうちゃんさんって言いたくないの。それ面白いと思ってるやつみたいになっちゃうから。なんか、愛称を2個つけるっていうか、そのなんだ、継承を2個つけるやつ、それ面白いと思ってるやつ、うん、継承を2個く、かぶせてくるの面白いと思ってる人と思われたくないので、俺はやっぱそれってすごい恥ずかしいんですよ。継承2個つけてるの面白いと思ってるやつだって思われたくないので、あのちゃんと俺は人のね名前を殺しに行く、うん、殺しに行くだけね、やったらさすがよくなっちゃうんだけど、その人のなんだろうな、そういう芸名でやってるけど俺がさんってつけたい気持ちを優先してね、人の名前をちゃんと書き換えていきます。俺はだ、うんこさんって呼びます。やっぱいいね。解決できた。どこかやっぱりその、どこかやっぱりって、加藤純一さんの口癖だけど、なんだろうな。やっぱその人の名前勝手に変えるの良くないじゃん。ためらってたんですよ、僕は。でも、今日ね、自分のエゴを貫いた。グングニル。グングニルで一番面白い発音、グングニルかな。なんだと思いますか？ちょっと皆さん、グングニルの一番面白い発音を教えてください。僕はグングニルだと思います。ね。そんな面白くない。面白いって言われたら全然面白くないんで。かゆい、頭かゆい。髪切ったんだよね。変な髪型でしょ。お母さんにうまくしたんで。でもほんとなんか、坊主は坊主になっちゃうよね、俺ね。京一郎みたいになるけどさ、デブの坊主なんて二人もいれねえし、俺京一郎さんほどデブじゃないからさ、嫌だね。うん、でもメガネだから別にいっか。あ、京一郎さんメガネだ。あの人ギリメガネだよね。あ、メガネだったりメガネじゃなかったりするよね。目悪っ。何も見えねえ。真っ暗だ。失明じゃん。いや全然真っ暗じゃないです。ぼやけてるだけです。とてもぼやけてる。鼻水やばー。
ちょっとね、加藤純さんの真似ですよ。パーの真似ね。全然できてんや。うんこさんの真似をしました。スプラトゥーン楽しいわ。なんかスプラトゥーンで煽られてもあんまね、もう不快じゃないの。なんでかって俺そんなやる気ないから。うん。いやー、ほんと俺チャージャーが嫌なのよ。怖いの、チャージャーが。チャージャー怖い、俺。チャージャーが怖くて仕方ないんだよね。ほんとに。なんでかって急に殺されるじゃん。ドーンって。ずるくない？チャージャー。あれ。俺ほんとさ、スプラトゥーン3できたら、この武器禁止部屋っていうのを作ってほしい。いろいろ。もしくはチャージャーのみ、シューターのみとか、ローラーのみ部屋みたいなさ、そういうのいっぱい作ってほしい。俺それでチャージャー禁止部屋に入ります。俺ほんとにチャージャーが嫌いなの。うん。ジェットスイーパーがね、楽しいのよ。いや、射程長いじゃん。違うんですよ。チャージャーっていきなり殺されるじゃん。俺別に、まあ、殺される、まあ、蒸発ですよね。まあ、いや、蒸発も違う。まあ、倒される。ぶっ飛ばされる。なんだろうな。やられる。まあ、やられるとしましょうよ。うん、いや、まあ、やられんのは別に嫌じゃないんだ。あ、やられたなって思うだけなんで。でも、チャージャーのやられ方ダメじゃない？あれ。ズバーンって、いきなりさ、なんだろうな。あれだよ。フリーザーの爆発みたいな、全然違うけどさ。体が勝手に爆発した人みたいになっちゃうじゃん、あれされると。それもう俺嫌なんだよ。縄張りマッチでチャージャーしに来るやついて、明らかになんかね、あ、もうこいつうまいわって思うやつがいたんすよ。そいつ嫌だ。だってなんか明らかにトラップ仕掛けてたんすよ、あの別のルートで。わ、賢いなって思って、ガチガチやれよって思って、本当に切れそうになった。よくないと思う俺は、そういうの。チャージャー本当に嫌いだからね。俺チャージャーを倒すためだけに、ちょっとこれからスプラトゥーンやっていこうかな。シフトしていこうかな。もう憎悪は何も生みませんけどね。さらなる憎悪を生むというかね、恨みを買うっていうかね。知れないけど、俺はもうチャージャーをね、倒すためだけにこれからスプラトゥーンやろうかな。やっぱ俺塗るの好きなんですよ。ペタ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 塗るの。でも、あいつらがいるから、本当にダメよね。もうチャージャーほんと嫌なんだよ。チャージャーの対策知らないから、あいつがいるせいで俺ゲームできない。だから俺はスプラトゥーンを倒すために俺チャージャーキラーになるわ。俺はチャージャーを殺すために生まれた存在になる。そしてチャージャーをのなんだ、弱点っていうのを完璧に把握して、チャージャーに対する立ち回りっていうのを完璧に習得した上で、俺はスプラトゥーンをようやく楽しめると思うの。本当に俺チャージャー嫌いなんだよな、あいつら。そういうゲームじゃなくない？スプラトゥーン。あいつらがいるだけでゲームがつまんなくなる。俺ジェットスイーパーはいいと思う。あ、まあうざいけどね。遠隔からパン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 ってやられたらさ、ガツくな、こいつって思うけど、でも、チャージャーよりはいいよ。終わってるじゃん、あいつら。なんなん？人として。そういうもうストレス発散の一環としてやってるじゃん、あいつらは。楽しもうとしてないのよ。楽しいとかじゃなくて、弱いやつをいたぶる。ね。精神的弱者のやり方なんだよ、そういうのは。本当にね、チャージャーなんかな、嫌だな。チャージャーに、はボムだよね、やっぱり。ボムを使いこなせればね。本当俺チャージャー嫌いだわ。使ってて楽しくないし、チャージャーだけは。だってか、あれ、それ相応の技術がいるじゃん。いや、俺ほんとチャージャーなくすべきだと思うよ。いや、なくさなくていい。それは違う。でも、チャージャーのない部屋が欲しい。だってチャージャーなかったら平和だよ。やっぱり。うん。でもバレルスピナーもちょっとうざいけどね。うん。でもチャージャーよりはいいよ。チャージャーよりは全然いい。いやでもバレる、射程が長い武器全員ムカつくな。っていうかもうみんな塗りだけに専念しね。縄張りマッチでもうただみんな殺さず塗るみたいな。そういうルール欲しいな。ガチ縄張り。ね。相手を倒すことはできない。全く。ただ塗りまくる。塗って塗って塗りまくる。
だそういうルール欲しいわ。つまんないかもしれないけど、俺はそれで楽しめる。だ最高じゃん、殺されなくていいんだもん。ゲームくらいそういうことしようよ、スプラトゥーンさん。いや、そういうルールがあってもよくない、別に。スプラトゥーン2の進歩ってなんだろうな。まあ、バランスは良くなったよね。スペシャルの強さっていうのが、でも結構強くなってるけどね。後半からナイス玉とかさ、ハンコとかさ、やばくない？あいつら。びっくりしたもん。俺がジェットバックでブーンって言ってた。ハンマーめ、ハッハーって言ったら、ぶん投げてきたんだよ、ハンマーあいつ。投げれんの？って思って。ほんとびっくりした。って。衝撃映像であんな。飛んできたんだよ、ハンマー。でけえハンマーが。ね。まあ、どんな腕力してるんだとかじゃなくて、ハンマーが飛んでくんだよ。びっくりした。ダメだよね、あんなことやっちゃ。俺もう一生ね、スプラトゥーンできなくなるとこだった。てか俺、スプラトゥーン3はもう多彩なルールをやってほしいな。チャージャーなし。俺、ほんとチャージャーなしが欲しい。チャージャーなしが欲しい。もうチャージャーなしだけで俺はやってきて、だったらプライベートやれよって言うでしょ。友達がいないんだよ。何がプライベートやれよ、じゃあ。ボケなあ、人の気持ち考えてんのかお前ら。いや、人の気持ちは考えられないんだよな、お前らみたいな歪小な脳みそが。まあ、俺もそんな変わりませんけど、歪小ですけど、雑魚がよ、本当にね、未来に起こってます。俺は多分そういう人がいるかもしれない。そういうさ、じゃあ〇〇しろよみたいな言ってくる人にあらかじめ怒っておく。うん、やっぱそういうやつらってさ、先にやってくるじゃん。俺がこうベラベラ喋ってたらこう言ってくる。じゃあ俺が先にそいつら攻撃するから、そういうことを心でも、そういうのを言わずに我慢してる人も怒らせちゃうことになってるから。そうだな、弱点が見つかったよ。俺は今までこのやり方最強だと思ってたけどじゃあプライベートでやるよって言ってもコメントに書かない人はやっぱいると思う。そういう人まで傷つけちゃうんだ俺は。分からなかった。俺は、俺こそ人の気持ちが分からなかった。うん、そういうもんなんだな。みんな口に出すわけじゃないんだよ。っていうか、俺も別に、俺を、そうなんだ。俺だって別に口出さないからね。思っても。でもそういうことを言っちゃうことによって、やっぱ口に出してない人も、むってなる。むっての口じゃないけど、むの口じゃないけど許してね。あやたか風呂企画した YouTuber、千葉の台風被害に配慮ないと炎上。別にどうでもよくない？あやたか風呂なんて。やりゃいいじゃん。なんだ、妻が綺麗すぎるって、その怖い名前だな。でもこれがダメなんだよね、この発言が。本日の動画に関しては千葉県のことと答え一切関係ないので、動画を見てコメントいただけるのがよろしいです。実際に困っている方がいるのに関係のない方々が無駄に煽るのはやめていただきたいです。緑茶成分が肌にいいと聞いて妻が入るためのフォローしてるだけですっていうのがなんかちょっと違うよね。違くないんだけどさ、言ったら印象が悪いなってなるのはあるよね。うん、だこの東海オンエア鉄也さんのこれも炎上してるらしいけど、そういう人じゃない？見てたらわかるでしょ、こんなん。あんな不潔な人ってさ。なのに今更言ってんの違うよね。別にそうじゃない。まあ嫌だよ。こんな人がいるのはすごい嫌。うん。いや、嫌じゃないな。そういう人もいるなって思うけど、まあ俺がホテルマンだったらそりゃ嫌ですよ。そんなね、ことするのは。でも僕はホテルマンじゃないので、ホテルでね、そういうものいっぱい腐らすってね、超やばい人ね、哲也さん。食べ物で遊んでるって、ね、別に。でもね、食べ物で俺遊んでいいと思うけどね。別に俺は遊ばないけど、だって遊べるんだから遊んでもよくない？遊べなかったらしょうがないんだよ。あ、これじゃ遊べないなって。ね。遊べないんだよ。遊べなかったら遊べないで終わりだけど、食べ物で遊べるんだから遊んでもよくない？うん。別に禁忌じゃないでしょ。うん。てか散々そんな企画ばっかしてるだろ、東海オンエアは。そういう企画しかしてないじゃん。別に腐らす方がまだマシじゃない？うん。ただただ腐らして、なんか、ほんとそういうなんか調子のいい時だけはさ、よいしょよいしょしてさ、
なんか炎上してもいいかも、なんか煽ってもいいかもみたいなタイミングが来た時だけそういうこと言うのってね、まあ、そういうもんだからな、視聴者って。そうですよ、やっぱりそういうもんが視聴者、都合のいい奴らですよ。だから俺も都合のいい奴になります。みんなよりも都合のいい奴らになる。それが僕の目標ではありません。でもそいつらでもムカつくよな。なんかそんな今までの動画見たら散々ね、食べ物無駄にしてさ、いろんなことしてるやつをなんかね言ってくるって、それでコメント消してるだろみたいなこと言ってくる。単純にあれスパムで弾かれてるだけなの、あれ。そういうことを過激な言葉使ったりそういうことするとスパムに弾かれるんです。最近そういう機能できたから、より弾かれるようになって、いちいちやってないっつーのアホタレ。そんなん、そもそも何万ってコメント一人でさばくの効率悪すぎ。うん、だったら動画のコメント反映しませんでいいじゃん別に。それなんかさ、悪いとこだよみんな。そういうのな、ちょっとしてさ、まあ、単純に、まあ、仕組みを理解してないからそうなんだけどって言って俺今言おうとしてね、統合失調症みたいだよとかね、糖質みたいだよって言うんだけど違うんだよねみんな。さすがにそれ言おうと思ったけど、統合失調症ってね、なんか誰か言ってたけどね、私は精神科医でもないのにその人をそういうことを言うのはおかしいって言うけどね、うるせえと思いました俺は。だったら本当に俺じゃん、俺がそれじゃんびっくりした、俺がそれだった。そういう人でした、僕がそういう人でした。知ってますからね、診断は別にされてないですけど、多分俺そういう人ですから、まあ、そんなね、独り言ブツブツね、永遠とやってるような人間がね、正気の沙汰とは思えないでしょ。これ誰もいませんから、俺。ずっと独り言を1時間くらいずっとやってるんですよ。なんで1時間かって、別に親が帰ってくるからなんですよ。親が帰ってこなきゃ結構やりますよ、僕は。まあ2時間くらいはやるかもな。まあネタが尽きなきゃ。あと眠気。うん。まあ1時間は喋れちゃうんですよ、一人で。孤独でね、独り言ですよ。YouTuber 一人ごとです。怖いでしょ。俺はこれがなんで楽しいと思ってるかっていうとね、生放送だとコメント来るの待っちゃうんです。コメント来るかなって思って。でも、一人で喋ってる時って、なんて言うんだろうな、分かりきってるのになんて言うんだっていうのはやめよう。一人しかいないので、喋るしかないんですよ。喋るしかない。これが一番楽しい。生放送だとコメント来るかなって待っちゃう。じゃあコメント来てた人がいたら、次のコメントが来るまで待つとか言ってね。あれ、ストレスでしかない。でも俺は一人で喋ることによってもう永遠と喋ってないの。俺が黙ったら黙りっぱなしの動画になっちゃう。何秒間黙りっぱなしになっちゃうから、喋るしかないの。そういうの好き。うん。しょうがないものが大好きなんで俺は。いや、好きじゃないけど。ものにもよるけどね。しょうがなさのものにもよるけど。楽しいな。うん。まあ、統合手術仕組みが分かってないんでしょ、別に。そんないちいちそのウームの社員がまあやってるかもしれないけど、ああいうの単純にスパムに弾かれるだけだからね。スパムとかに弾かれるだけで、別にね、いちいちやってるわけじゃないですよ。それ被害妄想やめてくださいね。本当に気持ち悪いので。YouTube 視聴者ってまあそういうもん分かってねえのにブーブー言うから腹立つんだよな。登録者買ってるとかさ、再生回数が。もうさ、でもそう、アンチとかそういう奴らってさ、ちゃんとなんか俺そういう病気だと思うの。動画すぎるとかさ、ただ単純に仕組みが知らないのになぜか騒いでるっていう、そいつらただのバカじゃん。でもアンチとかで再生回数買ってるとか、〇〇買ってるってずっと言ってくるじゃん。それってもうちゃんと病気じゃん。精神疾患じゃん。うん、被害妄想強いじゃん。そういう病気だと俺は思うんですけど、そこまで言っちゃうとね。そういうのね。まあ、でも俺はチャンネル登録者数ね、なぜかかさ増ししてるんですよ。かさ増しっていうか自分でね作って毎かさ増ししてるんですけど、それがちょっとやばそうだなって思ったらやめるけど、別にそのかさ増しするためにやってるのかっていうとね、どうなんだろうな。でもかさ増しするためだけにはやってないってことは言えるんですよ。俺が変な名前を思いついたら、他の人がもしね思いついたら嫌だから、俺が先に作ってたよみたいな、俺のもんだぞみたいな感じでチャンネルにその名前をつけて、そういうサブチャンネルを作るんです。で、サブチャンネル作るたび自分のね、はじまきょうしろうチャンネルをね、登録させるっていうことをやって、それが40個くらいいっただけで、別にね、チャンネル登録者数を増やそうと思ってそんなことやってるわけじゃございませんので、本当に。
でも外そうかなって思ってめんどくさいんですよ。40回そういう工程を踏まなきゃいけないから嫌だなって思って やめたんです。まあいつか解除するときは来るかもしれないけど、あー喉が大きい声出してるから。あ、お尻かゆー。喋ることねえな。喋ることねえな。お尻かゆいな。お尻がかゆい。お尻がかゆい。お尻がかゆい。お尻、お尻がかゆい。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 かゆい、かゆい。お尻が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 かゆい。お尻、お尻、お尻。お尻がかゆい。あー尻がかゆい。お尻がかゆい。お尻がかゆいからマジでやめようか。うん。ってことでね、あざした。お尻を涼しくしたいと思います。なんか隠語みたいだね。じゃ。あざしたー。